雲がかかるほどでもない、コブ程度の山なのだが、曲がりなりにも観光地でもあるお小槌山には、山頂へとロープウェイが通っている。町を走るバスと同じ赤い車体が、緑の森の中を登っていく。油の切れた車輪の鈍い音を響かせながら、山頂行きロープウェイは間もなく発車いたします。ご乗車の方はお急ぎください。お客さん、私たちだけみたいね。上に行っても何もないからな。なんか今にもズルズルズルっと落ちてきそうね。君と一緒に死ぬの嫌だな。え？私もです。何その曲？ん？うん、どっかで聞いたことあるなと思って。どこで？さあ、どこだろう。あるわけないよ、私が今適当に作ったんだもん。なんだ。あ、ねえねえ、すっごい、こんな高くまで来た。ああ、へえ、こういう場所があったんだ。ん？ほら、結構街全体が見渡せるじゃない。うん、子供の頃は来たことなかったんだけどね、お金もいるしさ。ん？なあ、どういう意味？何が？いや、こういう場所があったんだって、なんかまるでここに来たことあるみたいな言い方。そう？こんな田舎にもこういう場所があるんだって意味よ。なんだよそれ、失礼な。その時、下りのロープウェイとすれ違った。ああ、下りの方は結構乗ってる人がいるのね。うん、高校の生徒たちだよ。ほら、みんなキャンパスとか持ってるし、美術の課外授業なんじゃない？ほんとだ、ウインクしてみよう。バカなことすんなよ。ほら、手振ってるよ。ああ、カップルだと思われてる。だとしたら、よっぽど行くところのないカップルだな。泉、ねえ。ん？山頂ってどこにあるの？どこって、ここだよ。ここって何にもないじゃない。だから何もないって言ったろ。観覧車は？観覧車は、ああ、ほら、あれ、木が邪魔で見えなかった。ってそんなに小さいの？動いてないじゃない。風が強いからかな。というより乗る人がいないからだろうな。なんか帰りたくなってきちゃった。嘘よ。ねえねえ、乗りに行こう。途中で止まったりしないかな。あそこからなら街全体見渡せるし、泉ちゃん見つけられるかもよ。泉の身長が20メートルあればね。ああ、古いけど結構可愛い観覧車じゃない。うん、まあね。その時、まるで小さな風が通り過ぎていくように、僕の頭の片隅を記憶のかけらが横切った。
7時に時計台の前でな。うん。あ、そうだ野々村くん、私いいこと思いついた。いいこと？待ち合わせするの7時5分前にしない？いいけどどうして？知らないの？何を？いい？耳を澄ましてみて。すいません。あら、誰もいないよ。うん、しょうがないね。うん、しょうがないね。うん。で、ちょっと待て、君のそのしょうがないねっていうのは、うん、勝手に乗っちゃおう。どうやって動かすんだよ野々村くん。せーので、そっちから押してくれるかな。バカ言ってんなよ。ほら、行くぞ。あー、こらこら、勝手に触んじゃねえよ。すいません。すいません。あれ？お前ヒロシじゃないか？はい。ヒロシ覚えてないか？俺だよ、久保田工務店の。あ、みっちゃん。おお、久しぶりだな。久しぶり。どうした？お前東京に行ったんだろ？帰ってきたのか？うん、ちょっと。そうかそうか、また可愛いお姉ちゃん連れて。なんだ、ヒロシの彼女か？そんなんじゃない。どうも、はじめまして、野々村くんとお付き合いしてる高村奈々と申します。どうもどうも、久保田です。おい、ヒロシ、ちゃんと紹介しろよ。あ、はい。あのね、みっちゃんと言って。みっちゃん？うん、俺がガキンチョの頃、近所でよく遊んでくれた。っていうか、よくいじめられたな。いじめてやしないだろ。いじめられたよ。ほら、みっちゃんがプロレス見た次の日には絶対。そりゃ悪かったな。なんだ、お前らこいつに乗りたいのか？そうなんだけどさ、係の人がいないんだ、うん、俺だよ。え？うちの工務店潰れちまってな。俺も就職に失敗しちまうし、今じゃしがない観覧車の運転手さ。そうだったんだ。お前はいいよな、東京の大学でチャラチャラ好きなことしてさ、こんな可愛い子連れてよ。そういうわけじゃん。この人に泉ちゃんのこと聞いてみたら。ああ、うん。あみちゃん、昔の俺の同級生のこととかって覚えてる？さあ、人によるけどな。今こっちないんだけど、桜井泉って覚えてるかな？桜井泉？ああ、あの綺麗な子か。まあね。何でもない。覚えてるよ。本当？ちゃんと見たわけじゃないけど、高校の時分からとっかいひっかい男変えてよ。そうそう、桜井泉って言ったっけな、あの女。それ人違いだよ。人違いなもんか。あんないい女間違いねえよ。適当なこと言わないでよ。第一泉は小学校の時に転校したんだから、みっちゃんがその頃のこと知ってるはずないし。バーカ、あの女最近は見かけないけど、確か隣の女子校に通ってたんだよ。泉は東京に転校したんだ。わけわかんねえな。どうすんだ、乗るのか乗らないのか。もういいよ。いやいやいや、乗ります乗ります。一人300円ね。ほら、300円だって。うつむいてないでさ、せっかく300円払ったんだから外見ようよ。畜生、ふざけやがって。まだ怒ってるの？泉の悪口言ったんだぞ。信じてないの？え？別に泉ちゃんのこと、あの人が言うような女だなんて思ってないんでしょ？当たり前だよ。なんだかよくわかんねえよ。当たり前だよ。なんだかよくわかんねえよ。なんだかよくわかんねえよ。野々村くん、そりゃもちろん信じたけどさ。信じる？信じるってどういう意味だろう。ある日突然失踪してしまった彼女の何を信じるんだろう。ナナのポケットに緑色の表紙の手帳が刺さっていた。泉の手帳、ここに何かが書いてある。
どうして泉がいなくなったのか、ここに書いてある。何押し触ってんだよ。いやいや、そうんじゃないんだよ。分かった、今手帳取ろうとしたんでしょう。バカ、そんなんじゃねえよ。見せてくれよ、見せてくれよ、見せてくれよ。え、ちょっと、何、急に動かない。いいじゃねえかよ。でも泥棒、やだ。泥棒ってな、お前、大体それは僕の彼女の手帳、しかりその彼女に。あ、分かった、それ以上言うな。はい、どうも。ありがとうございました。みっちゃん。あ、うん、何でもない。あ、そう。じゃあ、またね。あ、どうも、さようなら。おい、ひろし。ん、お前、そのなんだ、桜井泉ってこのこと惚れてんのか。うん、そうか、なら俺の人違いだ。みっちゃん、じゃあな。その浅見さんって人もデートしてなさそうね。だから言ったろ、こんなとこには誰も来やしないんだって。ねえ、喉渇いちゃった。あ、あそこの展望台に売店あるんじゃないかな。お前な。うわ、お前だって慣れ慣れしい。お前、お前、お前、行動もねえ。ねえ君、シャンプーハットないと髪洗えないでしょ。当たり前だろ、あれないと目に入って痛いじゃんか。そう、そうだよ。あ、君さ、付き合ってる男とかいないだろ。いないよな。なにその言い方、トゲがあるな。自分こそ絶対モテない。いいんだよ、俺は泉一人にモテれば。逃げられたけどね。あ、傷ついた。当たり前だろ、傷ついてないし逃げられてません。当たり前だろう、当たり前だろう。ごめん。君ってさ、ほんと無神経だよな。だいたい今はまあなんか事情があるみたいだけど、ちゃんと留守電だって入ってるし、第一、君みたいにガサツで無神経な女とは全然違うんです。怒った、言い過ぎた。別に。なんか飲むか、怒ってあげるよ。サンキュー。留守番電話、そう、あの留守番電話が今僕と泉をつないでいるたった一つのものだった。あの留守番電話がなければ泉のことは諦めていたかもしれないし、あの留守番電話があるから泉がまだ僕のことを考えていてくれているのだと思えるのだ。泉、君はどこで受話器を手にして何を考えて僕の電話番号にかけたんだ。ねえ。ん？何？ねえ見て。何を？双眼鏡。分かってるよ、双眼鏡で何見てんの。橋があるの。橋？ああ、茜橋かな。ちょっと見て。
橋なんか見てもしょうがないよ。ねえ、泉ちゃんって髪どのくらい？そんなこと聞いてどうすんの？どのくらい？肩くらいかな。背は高い方？うん、割と。ねえ見て。だから何？あの橋の上に立ってる子。え？見てない？貸して。海に向けて町を縦に割るように流れている一本の川。その川には三つの橋がかかっている。石造りの橋は北から順番に三雪橋、青い橋、赤根橋と呼ばれている。双眼鏡から見えたその赤根橋の上に今一人の女が。どう？似てない？似てない。はあ、そう。似てるんじゃない。え？泉だ。え？あれは泉だ。何やってんだよ。まだ近くにいるかもよ。だからってさ。おーい、おーい、泉ちゃん。もうよせよ。おーい、いるんなら返事してください。おーい、ほら君も。君もってさ。おーい、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 泉！おーい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 ！泉！泉ちゃん！泉！泉ちゃん！いるんなら返事しろ！おーい！泉！おーい！おーい！おーい！あれ？野々村くんじゃない？え？泉ちゃん？まさみ？野々村くんだよね。やっぱり。どうしたの？いや、探してたんだよ、わさみのことを。私のこと？だって今、泉のこと呼んでたじゃない。私てっきり泉がいるのかと思って。じゃあ何、わさみは泉のこと覚えてんの？覚えてるも何も。あ、ちょっと待ってて、主人が車で待ってるから。え？わさみって結婚したんだ。去年ね。そっか、おめでとう。ありがとう。ああそうだ、もしよかったらこれから町に戻るんだけど一緒に乗ってく？どうする？この辺りにはもう泉ちゃんいないみたいよ。そうだな。じゃあサミ頼むよ。え、じゃあ何、浅見の旦那さんってそのか、お前のことだったの？ああ、久しぶりだな。その母さんも同級生だったの？うん、俺と浅見とそのかと家も近所だったし、よく一緒に遊んでたよな。うん、懐かしいね。なんだよ水臭いな、教えてくれればよかったのに。ごめん、結婚式も開いてないし、うちうちで席入れただけだから。そうなんだ。アサミは今、教育実習生だろ。うん、そのか、お前何やってんの？俺駅前の方の店で働いてるんだけどな。へぇ、レストランかなんかか。まあ、そんなとこ。野々村くんたちね、泉のこと探してるみたいよ。泉を？どうして？うん、まあ本当のこと言った方がいいんじゃない？実はさ、俺今、泉と付き合ってるんだ。え？泉と？うん、っていうか、付き合ってたって言った方が正解かもしれない。
つい最近俺の前から姿消した。なるほどね。それで探してたんだ。なんか心当たりないかな。さっきなんか言いかけてたろ。ああ、私は東京にいた頃何度か会ったけど、ここに帰ってきてからは会ってないの。ただ彼がね。そのか、なんか知ってんのか。まあな。どこで会ったんだ。なあ野々村。あ、泉のことはもう諦めた方がいいんじゃないか。え、どういう意味だよ。泉はお前が思ってるような子じゃないよ。何言ってんだよ。東京で何度か会ったことがあったんだ。東京のどこ。銀座のクラブだよ。あ、会社の人と一緒に来てたりとかか。働いてたんだよ。まさか。泉には水商売なんてできないんだよ。そういう女じゃないんだよ。店のナンバーワンだったよ。悪い冗談よせって。冗談なんかじゃねえよ。別に信じようか信じまいか構わないけどさ、彼女当時から結構荒れた生活してたからな。泉がそんな。その頃からよく相談にも乗ったりしてたんだけどな、昨日電話があったんだ。昨日。ああ、今こっちに帰ってきてるから会えないかって。じゃあやっぱり。それでどうしたんだ。泉に会ったのか。いや、すっぽかしたよ。どうして。彼女の性格よく知ってるからな。多分俺に甘えたかったんだろうな。私が行かないでって言ったのよ。そんな。もし本気で彼女のこと探してるんなら実家の人に聞いてみれば。実家。実家って何。泉は子供の頃に両親いなくなってるし、おじいちゃんも死んで一人ぼっちのはずじゃ。何言ってんの。泉のご両親は健在よ。え、疑うんならその目で見てくれば。三振坂の上の近くの家で夫婦仲良く暮らしてるわよ。そんなバカな。いいか野々村、本当の泉はお前が思ってるような子じゃないんだ。車は暗いカーブの山道を走り続けた。右へ左へ、ひ弱なヘッドライトの明かりが揺れる。この街の夜がこんなにも深いものだと初めて知った。ナナは何も言わずに僕を見つめている。タイヤのきしむ音がやけに耳に響く。なぜか僕は幼い頃のことを思い出していた。祭りの夜に両親とはぐれて夜の街をさまよったことを。祭り囃子の音を。その時まるで小さな風が通り過ぎていくように僕の頭の片隅を記憶のかけらが横切った。細長く驚くほど急な三振坂。その坂を登り切った場所にある、そこはどこにでもあるようなごく普通の
家だった。庭先には犬小屋があり、どこにでもいるような柴犬が眠りについてる。明かりの灯った窓の向こうに食卓が見え、どこにでもいるような老夫婦が食事をしていた。ただ一つ違うのは、表札にはっきり桜井との2文字が記されてあったこと。呼び鈴を鳴らす勇気など僕にはなかった。ねえ、泉のことを探してどうするの？私、昔からあの子のことをあんまり好きじゃなかったな。え？私、小学校の時一度階段から落ちたことあったんだけどね。あれって泉に落とされたのよ。え？正確には自分で落ちたんだけどね。あの子にすごく冷たい目で見られて、あんたなんか死んじゃえばいいって言われたのよ。それで私怖くなって。どうしてそんな。私が野々村くんのこと好きだったことバレたからかな。え冗談よ忘れて。あさみ、じゃあね。ああ、じゃあね、ななちゃん。じゃあね。あさみ。ん？本当に冗談なのか。式挙げるときは電話するからね。ああ。